ンジ先生は今までに出会った人の中で一番面白い予感がする。外を走り回って疲れたよね。新しく買ったネイスを試してみない？ゴロゴロするの最高。くしょ、もしかして風邪をひいたら原稿を渡さなくてもよくなる？即断即決。甘いものを食べるより役に立つ。疲れたな昨日は。あんなに遅くまで小説を読むんじゃなかった。今月の原稿は渡せそうにないかな。僕？覚悟して目をつぶって深呼吸。いっそこのまま横になってしまおう。書いてる書いてる、本当に書いてるってば。あれ、恩師先生か。はあ、びっくりした。もうちょっと寝る。あとちょっとだけ。今日きっと原稿を渡すから。僕はそんなにすごくないよ。だからこんなに疲れる仕事僕には向いてないよ。この匂い。恩師先生、ちょっと遠いんだけど、できればもうちょっと近くに。